バスティアは、フランス南部、地中海のコルス地域圏の都市である、オートイコールコルス圏の県庁所在地、フランス歴史と芸術の街に選ばれている。バスティアは、コルシカ島の北に位置し、カップコルスの付け根に位置する。山と海に囲まれ、コルシカ島の中でも重要な港町、経済の拠点である。気温は年平均摂氏15.3度程度。バスティアの風は強く、 雨が激しく降ることもあるが、年間340日は晴れとなっている。サンニコラ広場ジェノバ共和国に占領される前、カルドという大きな村があった。漁民の住む地帯はポルトカルドと呼ばれていた。ここ50年の間、カルド地区はバスティア市民の新住宅地となっていった。現在、ピーニョ山にあるカルド地区からは、バスティアへ多くの人々が働きにやってきている。すぐに、 ジェノバ人たちは、占領地のカルドを海からの他国の侵略から防ぐ、必要に迫られた。知事レオネロ・ロメリーニ時代に、シタデルを意味するバスティーリアの建設が始められた。同時に、バスティーリアが地名そのものとなって発展し、カルドよりも繁栄していった。バスティアの歴史すべては、都市を囲い込むシタデルからなっている。島の各地で必要とされるように、ここで、居住地に、 人口の流入を決めるのは海と山である。バスティアもジェノバ占領時代に都市の基礎が築かれた。岩の上で誕生したバスティアは海の上に吊り下げられるように面積を拡大していった。18世紀以降フランス領となったバスティアは第二次世界大戦で数多くの戦災に見舞われた。しかしバスティアはコルシカ島の経済中心地の一つとして進化した。 バスティアの市街区域も島へと拡大している。バスティアは、島で数少ない産業を集約地である、商業港とバスティアポレッタ空港を抱えている、バスティア駅が中心部にある、アジャクシオやカルビをつなぐ路線のほか、カサモッザへ向かう、郊外路線があるため9本の別路線がある。バスティアは、フェリーでフランスとイタリアの本土に繋がっています。 コルシカリネア会社は、マルセイユとのリンクを一年中運営していますが、コルシカフェリーズ会社は、トゥーロン、ニース、サボーナ、リボルノの港への通年の横断を運営しています。イタリアの会社モービーラインズは、ジェノバとリボルノの港への接続を夏に提供します。バスティアは、地中海に面したフランス随一の海港である。2007年には2400万人以上が利用した。これは、 加齢ーについで国内第2位である。ありがとうございます。